バスティアは、フランスコルシカ島、バスティアを本拠地とする、サッカークラブチーム。2021から22シーズンは、リーグ2に所属する。主なタイトルは、1961年に獲得した、フランスカップ。また、1978年に、UEFA カップ決勝にまで進んだが、PSV、アイント方編に敗れた。同じコルシカ島を本拠地とする、AC、アジャクシオとは、 ライバル関係にあり、両チームの対戦は、コルシカダービーと呼ばれる。2005年に、親会社が破産して、リーグでの降格処分を受け、2010年には、フランス全国選手権へ再度降格。しかし、その翌年に、フランス全国選手権で優勝して1年で、帰り咲くと、2012年には、リーグでも立て続けに優勝し、三部降格から2年で、 再びリーグアンの舞台へ舞い戻った。2016から17シーズンに再開となり、リーグドゥ降格が決定したが、2017年6月22日、リーグドゥに参加するための資金調達が困難となったため、DNCG はフランス全国選手権への降格を申し渡した。2017年8月、さらなる財政不正問題で、フランス全国選手権3に降格となった。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。